はい、どうぞ。失礼します。はい、それでは面談を始めます。はい、お願いします。はい、平井さん。はい。この前の中間テスト7点、まずくないですかね。ああ、このままじゃいい大学行けませんよ。ああ。いい大学に行くためにはね、いい成績を取ってテストでいい点取んないといけないんですよ。このままじゃ人生負け組だぞ。先生、成績だけで人生が決まるんですか？私はそうは思いません。私は今部活がとっても楽しくてすごく充実しています。だから勉強よりももっと大切なことがあってもいいと思うんです。成績だけで勝ち負け決まらないんです。まあ、大体来たかな。お久しぶり。久しぶり。元気だった？いや、元気だった。私どうしてた？いや、ちょっと旅行行ってさ。でもなんか、そうなの。え、インド行った。え、なんでそんな余裕なの？え、就職決まったんだっけ？いや、まだだけど。それで旅行行ったの？うんうん。え、二人はどう？でも決まったよね、本当に。あ、そうなんだ。もう早いね。いや、普通じゃんね、それ。あ、そう。遅くないだって、逆に。え、どうすんの？いや、ちょっと売り立てかなと思ってさ。やばくない？まずいよね。いや、だって普通正社員だよね。絶対それ人生の負け組になるよ。俺、そうは思わないわ。俺、夢があるんだ。絶対叶えたい夢。世界中の子供たちの写真を撮って、みんなを幸せにしてあげたいんだ。そういうこと考えてると、勝ち組負け組って何なのかなって思うんだ。だから、就職して正社員になるより、もっと大切なことってあると思うんだよね。正社員だけが勝ちじゃないっしょ。久しぶりだね、こうやって会うのもね。ねえ、すごい久しぶりだもんね、ほんと。最近ニッシーどうしてる？最近結婚して、で子供ができて、で育児忙しいんだ。あ、そうなんだ。そうそう、大変だね。うん、やっちゃん最近どう？最近ね、うん、でも仕事はやっぱ相変わらず忙しいかな。もう30代でしょ？それってやばくない？そうかな。それっていわゆる負け組でしょ？あ、でもそうだとは思わないんだよね。なんか結婚だけじゃなくてもっと大切なことってあると思うのね。なんか実際今仕事で大きいプロジェクト任されてて、すごいやりがいがあって楽しくて充実してて毎日だから、結婚だけが勝ちじゃないと思うの。私は世間では負け組かもしれない。でもそんなことなんてどうだっていいの。もっと大切なことがあるから。そう思うことで、一つのことで負けても、そんなに辛いと思わずに済むよね。もし私の周りで自分のことを負け組だと思っている人がいたら、私はこう言ってあげたい。